2022年6月7日の夜、ロシア軍機とみられる航空機4機が、日本海上にて北海道方面に向けて直進飛行で領空に接近したため、航空自衛隊の千歳基地から戦闘機が緊急発進スクランブルをかけたとして、防衛省統合幕僚監部から8日に発表があったね。ロシアもせわしないよね。いろんな国に挑発しなきゃいけないんだから。経済制裁やらの報復活動の意味合いもあるだろうしな。プライドも高いし、舐められっぱなしじゃいられないんだろうぜ。そうだね。さて今回は、そんなロシア軍機が北海道に向けて異常な直進飛行をしたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍機とみられる4機の航空機は、北海道西方から札幌方面に向かって直進的に日本の領空に向かって接近したため、北海道千歳基地の北部航空方面隊の F-15J イーグルがスクランブル対応を実施対応した機数は不明。4機のうちの2機はそれぞれ日本海上で旋回して西方に飛行して日本領空から離れ、残る2機は領空に沿うように北上して樺太方面に飛行したとしているよ。まるで札幌を狙うかのように飛行したこの挑発的な飛行については、ウクライナ侵攻に対する経済制裁がロシアにとってかなり効いている可能性があるとして、軍事的圧力をかける目的があったのではないかとする見方や、札幌を狙ったというよりも、千歳基地を狙った脅しではないかとする軍事ジャーナリストの発言などが出ているんだけど、過去に例がない進路であるとして話題になっているね。また、6月9日にロシア海軍の情報収集艦が、津軽海峡を日本海側から太平洋側に抜けたことを防衛省統合幕僚幹部が伝えているんだけど、この情報収集艦は7日に宗谷海峡から日本海に入ったことが確認されているんだ。情報収集艦とは、主に電子情報を収集するための軍艦で、シギントシグナルズインテリジェンス呼ばれる通信、電磁波、信号等の傍受による情報活動と、コミントコミュニケーションインテリジェンスと呼ばれる通信情報の傍受盗聴暗号解読に、エリントエレクトロニックインテリジェンスと呼ばれるレーダーなどの非通信用電子機器からの、電波放射などの電子情報収集などを実施する艦艇だね。この情報収集艦今回のスクランブルが発生した頃には日本海上を航行していたとみられ、それらのことからロシア軍機の行動は、これまでになかった飛行経路に対する航空自衛隊の対応についての通信情報や、北海道のレーダー関連の情報収集が目的であった可能性が指摘されているね。このロシア軍の動きが北海道侵攻への準備として行われたのか、あるいは単なる威嚇であるのかはわからないんだね。まあ、いずれにしてもこれまでにない動きを見せているロシア軍の動向には注意する必要があるだろうな。また、5月24日には日本海から東シナ海、太平洋にかけてロシアと中国の大型爆撃機による共同飛行による日本領空への接近があり、ロシア空軍のツポレフ95爆撃機2機と EU-SIN 20情報収集機1機と、中国空軍の H-6 爆撃機4機、ロシア空軍の K-7 機が日本の領空近くを飛行したため、航空自衛隊の F-15J がスクランブル発進して対応しているんだ。その際にロシア国営 RIA のオボスチが、ロシア軍機から撮影された画像とともに、日本の F-15 戦闘機は空中パトロール中のロシアのツポレフ 95MS 爆撃機に接近したと投稿しているんだけど、実はこの撮影された F-15 が、画像から沖縄の嘉手納基地所属のアメリカ空軍の F-15 であることが判明し、中国とロシアの航空機の動きに対するスクランブルに、アメリカ空軍機も参加していることが明らかになっているよ。このアメリカ空軍機のスクランブルが、防衛省あるいは航空自衛隊からの要請であるのか、あるいはアメリカ空軍の判断によるものであるかは不明だが、日本周辺における中国軍機及びロシア軍機へのスクランブル対応回数は2021年、2022年と激増していて、航空自衛隊には大きな負担となっているため、在日米空軍の協力が必要となっているとしたら、防空体制そのものの検討が必要となるだろうな。かつて東西冷戦の最中では、当時のソ連空軍機が定期的に日本の周辺に出没していて、特に定期的に千島列島から太平洋上を南下して東京に接近するコースを、在日アメリカ軍が東京急行と名付けて、自衛隊もその通称で呼んでいたよ。ソ連崩壊後はロシアの経済が混乱していたこともあり、東京急行が実施されない状況が続いていたんだけど、2000年代に入りプーチン大統領が台頭するとともに、ロシア経済が立ち直りを見せたことから再び東京急行は増加する傾向にあったけど、今回のような札幌急行とでも呼ぶべき動きは初めてのことなんだ。インターネット上では、近年盛んに挑発を繰り返している中国、ロシアに対しての憤りから、領空に1ミリメートルでも侵入した時点で撃墜せよといった過激な書き込み方々見られているけど、今回もそうだけど、
彼らは巧みに領空への侵入を避けており、実際に領空に侵入したのであればともかく、領空外を飛行している航空機を撃墜はできないんだよね。今回のロシア軍機の動きについて一つ留意しておきたいのは、航空機から発射し核弾頭の搭載が可能とされる、ロシアの極超音速空対地ミサイルKF-47M2キンジャールの存在じゃないかな。キンジャールの射程距離は2000〜3000km とされていて、例えば千歳基地を攻撃するにはロシア本土上空で発射したとしても到達させることは可能なんだけど、ミサイルを飛翔させる距離が長いことで海上自衛隊のイージス艦などによって撃墜されることもあり、できるだけ北海道に近づく必要があるんだ。その際にはキンジャールを搭載した航空機が、今回と同様の飛行ルートを取る可能性が高く、自衛隊がどのように対応したのかを事前に確認したのではないかとも考えられるな。対応の確認ってことだね。どうにかしてほしいけど、どうにもならないもんね。ロシア極東の空軍にはこのキンジャールを搭載可能なMiG-31がすでに配備済みであり、キンジャールそのものが配備されているかは不明であるが、大きな脅威と考えられるぜ。また、ロシアにはウクライナ侵攻でも使用された地上発射型ミサイルシステムイスカンデル M があり、このシステムからも核弾頭が搭載されたミサイル発射が可能とされているよ。イスカンデル M は巡航ミサイルも発射可能であり、ロシアが2019年1月に公開した巡航ミサイル級 M729 を使用すれば、射程は 2000km 以上となり日本に十分届くんだ。さらにロシア軍には自らの領海内からも海上発射型の巡航ミサイルカリブルによって日本本への攻撃が可能であり、カリブルの射程は約 2000〜2500km で、誤差3メートル以内の精度を誇るとされているね。このカリブルはアメリカ軍のトマホーク巡航ミサイルと同等以上の性能を持ち、水上艦艇だけでなく、ロシアの原子力潜水艦や通常動力型潜水艦のどの潜水艦からでも発射可能であり、核弾頭が搭載可能なミサイルとして極めて汎用性が高いものとなっていみたい。海上自衛隊の対戦能力は世界一とされてはいるが、カリブルをロシア海軍の聖域であるオホーツク海から撃ち込まれてしまうのでは、事前に防ぐことは難しいよな。ロシアは水上艦から発射する海上発射型の極超音速巡航ミサイルツィルコンも2022年から配備を始めると表明していて、ツィルコンの最高速度はキンジャールに匹敵するマッハ9程度で、射程は 1000km 以上とされるよ。もしロシアが日本への侵攻を決断したならば、地上からはイスカンデル M、空からはキンジャール、海上及び海中からはカリブルツィルコンが日本に降り注ぐことになるんだよね。それらの同時砲は攻撃を受けた場合に、攻撃されなければ反撃することができない専守防衛の理念で、果たして自衛隊はその全てを迎撃できるのかは不明だな。こちらが攻撃できないからって好き放題してるもんね。日本は舐められちゃってるもん。今、日本をロシアや中国のマシから守るには、日本に向けてミサイルが発射される前に、できるだけその数を減らしておかなければならず、それには強力な敵基地攻撃能力を保有する必要があり、それはあくまで日本独自の判断で運用できるもので、アメリカ軍に頼るものであってはならないとする意見もあるぜ。中国本土やロシア極東の重要軍事施設を直接攻撃可能で超強力な敵基地攻撃能力を保有することで、核兵器を保有せずとも北海道侵攻への抑止力として使うことができるもんね。何にせよ、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席には決して隙を見せてはならず、日本を攻撃すれば必ず勝てると思わせてはいけないよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、日食と月食についてだよ。あの何年に一度とかいうやつか。どっちがどっちだかわからないよね。確かにパッと言われただけじゃわかりづらいもんね。それじゃ解説していくよ。太陽は地球や月を照らし、その反対側には長い影ができるんだ。その影が、地球を隠したり月を隠したりすることで月食と日食が起こるんだよね。そうなんだ。それで違いは？まず日食なんだけど、太陽と地球の間に月が入り、太陽月地球の順でほぼ一直線に並ぶ、新月の時に起こるんだ。日食には3種類あって、一部だけ隠れる部分日食と、太陽全体が見えなくなる皆既日食と、太陽が輪っかのように見える金環日食があるんだ。日食にもいろんな種類があるんだね。そうだね。次は月食なんだけど、月食は太陽地球月の順でほぼ一直線に並び満月の時に起こるんだ。皆既月食が起こると月が赤くなるのが特徴だよ。でもなんで赤いの？日食みたいに見えなくならないんだね。それは、太陽の光が地球の大気を通過するときに、波長の短い青い光は、大気中で散乱するが、波長の長い赤い光は、空気中を屈折しながら通過して月を照らすため、赤く見えるんだ。
そうなんだね。日食と月食全然知らなかったらわからないけど、理解すると全然違うことがわかるんだな。みんなも違いがわかったかな？それじゃ今日の動画は終わりだよ。